氷川清さん、軽井沢の野菜をたっぷり使った手作り丼を公開、カボチャの鶴と貝柱とエビをベーコでかき揚げに。歌手の氷川清さんが9月15日、自身のインスタグラムを更新。軽井沢の野菜を使ったかき揚げ丼を公開し、話題となっています。画像、軽井沢の野菜を使ったかき揚げ丼。氷川さんは、 まるで料亭のランチのような野菜をたっぷり使ったかき揚げ丼の写真をアップ。軽井沢の野菜をいただいたので、かぼちゃのつると貝柱とエビをベーコでかき揚げにしました。軽井沢の売りのようなズッキーニと卵を素揚げして丼をこさえました、と報告しました。さらに、ネギと豆腐の味噌汁とかぼちゃの漬物。冷蔵庫にあるものでいいのよう。なんとかなる。 と綴りました。氷川さんはこれまでも手作り料理をインスタグラムにアップ。その腕前はもちろん、茶碗や皿、急須など、食器の美しさにも注目が集まっています。今回公開された軽井沢の野菜を使った料理にも、ファンから多くのいいねが寄せられています。